松田学です。ニュース解説ということでですね、今回アメリカのバイデン政権、今この収録時点ではまだバイデン次期政権なんですが、この茂木外務大臣が記者会見で述べたのもまだ次期バイデン大統領ということなんですが、1月15日にこの次期バイデン大統領がホワイトハウスにインド太平洋調整官を新設するというのを、茂木外務大臣が歓迎したいと述べたというニュースを取り上げたいと思います。茂木外務大臣はインド太平洋地域を重視する次期政権の姿勢の表れだということで、確かにこれ歓迎すべきことであるのは間違いないと思います。茂木外務大臣は次期政権の顔ぶれにつきまして、これまで政権内で具体的に仕事をしてきた方が多い、このここに就任するですね、キャンベル氏、カート・キャンベル氏ですねを含めて関係が深い方々が含まれているという見解を示したんですが、今度このインド太平洋調整官に、就任するカート・キャンベルさんって方はですね、もう知日派で知られている人です。今はアメリカのコンサルティング会社のアジアグループというところに今はこれまで所属してたんですけれども、ここのあれですね、今 CEO ですね、なんですね、だったんですね。で、この起用についてですね、中国が台頭する中で日本を含む同盟国との連携強化を進めたいバイデン政権の狙いが鮮明であるというふうに、この方の起用について言われています。でこのインド太平洋調整官のポストというのはですね、アメリカの国家安全保障会議、いわゆる NSC に新設されるものなんで、今までなかったポストなんですね。で対中政策をはじめとするですね、アメリカのアジア政策ですね、を主導するポストだろうと言われています。このキャンベルさんはアジアにも非常に精通されているので、アジア政策を重視しているバイデン政権ということを打ち出した形になっているというふうに言われています。このキャンベルさん実はこの似たような仕事を政権の中で過去にも民主党政権で何度かしています。2009年から2013年には、オバマ政権の時にですね、国務次官補をしていまして、その時に東アジア太平洋を担当していました。そして、対日政策、対中政策を担当していました。またクリントン政権の時でも国防次官補代理をしていて、東アジアや太平洋を担当していたということですね。で当時は沖縄の普天間基地の返還交渉を担当していたそうで、在日米軍基地の問題についても精通している方だということですね。でこのキャンベルさんなんですが、トランプ政権は中国に対して極めて厳しい姿勢を示していると、これを支持してきたんですね。ただ日本や韓国との連携が弱まっていて、アジア地域全体へ十分関与していないことについては批判していたという方だそうなんですね。でこの、キャンベルさんの発言の中でこんなのがありまして、米中関係を新冷戦とは呼べない、新型コロナウイルス対策や気候変動など米中の協調が求められる分野もあるという発言も、昨年の10月ですかねにしていると、あるシンポジウムでしているという話もあって、とにかく中国を叩く一辺倒ではないと、協力すべきところは協力すべきだと言っておられる方ですね。ちょうどですね、このオバマ政権の時に、国務次官補ですかね、国務次官をされていた時はちょうど日本は民主党政権だったんですね。でその時と全く被っていて、でその時の日本っていうのはですね、アメリカから非常に不信を買っていた時代でした。でその時にアジア太平洋の要職を務めていたこのキャンベルさんが今回インド太平洋の要職に就くとなると、日本に対するイメージは大丈夫なんだろうかと心配する向きもあります。当時民主党のことがありますんでですね。で当時ですね、ケビン・ミアさんというこの方も大変有名な方で、私も直接お話を聞いたことある方なんですが、日本部長をされていて、
更迭をした、この、キャンベルさん更迭をしたということがありました。これ沖縄はゆすりの名人だという発言をメアさんがしてですね、その責任を取るために更迭をしたと言ったような苦労もされていたんで、まあ、日本のこの政権に対して色こりごりなんじゃないかなというふうな心配もされています。まあ、そこはもう自民党政権になってからもう完全に変わってますので、まあ、日本が信頼できる国であるということをきちっと示せると私は思いますけれどもですね。でこのキャンベルさんですね、2011年に、回顧録でこんなことを書いてるそうです。アジア太平洋地域に外交経済戦略などを集中投下し、その効果を促進するにはオーストラリアや日本などとの同盟関係を強化し、インドやベトナムなど新たな友好国とも協調すべきだと。これまさに、インド太平洋線でですね、今、自由で開かれたインド太平洋ということで進めている路線、これはもう当時から大事だというふうにおっしゃってたということになります。ただ一方で中国に対しては精力的に関与し、これはエンゲージですね、エンゲージメント。で、その交流のあり方に一定の影響を及ぼすことが求められるというふうにも書かれていてですね、まあ、中国に対して融和的なのかなと見えるんですが、ただ昨年12月にはですね、アジアにおける米軍のプレゼンスと中国の台頭に対抗する能力が米国のアジア政策の鍵を握るとの認識を示していると、で対中政策の方針は、まあ、過去に比べて明らかに厳しくなっているということなので、まあ、その面では安心できるかもしれません。まあ、いずれにしてもトランプ政権の時のアメリカファースト路線とはちょっと一線を画して同盟国重視路線に転換した時にちょうどこの適任の人がついたということは言えるんではないかということになろうかと思います。ただこのインド太平洋、まさにインド太平洋挑戦か、その名前の通りインド太平洋構想、これを日米が連携して進めていく上でプラスになる人なんですけれども、もともとはこのインド太平洋構想っていうのは安倍前総理がですね、いろいろ動いたから実現したわけですね。アメリカではできなかったことなんですね。反米的な国々が、まあ、インドもそうだったし、東南アジアの国は中国かアメリカかどっちかを選択するってことはできなかったと。その時に日本という国の立場だから、まとめることができて、でその動きにアメリカがトランプ政権が乗ってきたという経緯があります。これはもともとは実質的には日本が主導しているというものであると思います。これから今までは安倍総理、前総理とトランプとの蜜月関係が世界の外交を動かしてきたという時代があって、まあ、こんなすごい時代はなかったと思うんですけれども、もうそういうことではこれからなくなるわけですね。でそうなった時に、やはり日本はこの協調をして、いわゆる多国間の協調を重視するというんであれば、やっぱりその中でかなり大きな役割を果たしていくべきポジションにあると、インド太平洋の盟主と言って、あんまりそういうふうに言ってはいけないんですけれども、実質的にですね影響力を高めていく、という方向でこのバイデン政権に臨んでいくんじゃないかなというふうに思っていますが、まあ、ルトワクさんもこのチャンネルで前アドバイスしていたようにですね、まあ、覇権国、まあ、ランドパワーですね、その周辺で、まあ、日本のような国がですねいろんな面で影響力を高めていく、いろんな活動をしていくこと、まあ、ランドパワーというのは周辺国に、エネルギーを割かざるを得ない運命にありますので、そうやって南シナ海に向けられるエネルギーを分散させるというのが一つ、これはルトワクさんが授けていた戦力でもありましたし、また日本が主導して対中国ココムというのをですね、もうこれはもう限られた技術、半導体の限られた技術においてですね、これはもう日本が先導すべきだと言ったように、いろんな意味で日本の役割の向上が必要になっているということを言われていますので、まあ今度は別の形でのアメリカと日本の協調の中での日本のリーダーシップというのをですね積極的に発揮していくという意味で、まあそれに対してバックアップしてくれるような、そういうこのインド太平洋調整官のポストであっていただければなというふうに思います。インド太平洋、最近はですねもともとは自由で開かれたインド太平洋戦略という言葉で始まりましたが、まあ、菅政権になってから平和で繁栄したという言い方に変わったりしていて、まあ、本来の趣旨が崩れてんじゃないかと心配する向きもあると思いますけれども、まあ、言葉は何であれですね、実質的にこの地域で影響力を拡大していくということに経済面でも社会面でもあるいは文化面でもですね、
まあポストコロナの秩序ということに向けてですね、その舞台はこの地域だということに日本の戦略というのは重点を絞っていくということが大事じゃないかと思います。どうもありがとうございました。